じゃあ、だからできない、そのギリギリできるかできないかってことを言ってもらえると、うちも予想できないから、予想する楽しみがなくなっちゃったんや、これによって。いや、だからできるって言ってる。ギリギリ。できないって。結構。で、これ、ちょっと何回も言うけど、これ、大した量じゃないよ。量の問題じゃない、高橋さん。量の問題を言ってない、こっちは。大食いの話をしてないね。これめちゃくちゃ、だって一番できるやつを最初に選んでるから、もう全然話にならない。あ、そう、二人には、そう、二人に秘宝があって、めっちゃお腹空いてるよ。夕飯食べてないから。めちゃくちゃアホやん。残念でした。残念でしたじゃないね。はい、残念でした。腹の隙ぐらいとか。大食いをやろうと。すごいんだ。もう。スピードが。もう、分かりきってることをさ、やるのめんどくさいやんか。もう、どんべ？やった手にしてよ。次行く？いや、行かない行かない。行かないよ。コールドガチ。コールドガチとかじゃない、ね。だってもう、あと3分くらいさ、待たなあかんのやろ。あと2分30秒です、うん、そうだね、3分待って見れるのが30秒やん。もうディズニーランドとかのジェットコースターと一緒やんか。いっぱい待っていっぱい待って、ちょっとすぐ終わるやつ。その30秒が見たいんで。何よりも大事な30秒だ。その30秒ができることを4つ、できないことを1つ用意しろって言われてん。うん、そう、こっちはっていう話を聞いたのに、竹さんはできないことを5個急に持ってきたわけだけど、舐めすぎ竹さんは。はい、はい、5分です。はい、じゃあもう出来上がったね。はい、じゃあ蓋を剥がします。はい、ちょんちょんしてお揚げに吸わせます。美味しく食べたいからね。美味しく食べたいから。ちょっと見せて見せて、どんべ、美味しそうなどんべ。美味しそうなどんべが。おお、よ、すごいぞこれ。いいね。はいはい、いただきまーす。はい、びっくりしただけから今。いける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 って言ってるけど。15秒です。え、あと10秒ぐらいだけど。フフしてるけど、モグモグしながらフフしてるけど、あと5秒です。5秒、いけ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 、たくさんいけ、飲め、汁飲め、汁飲め、汁飲め、終了。いけいけいけ、終了。はい、終わりですよ、たくさん。はいはいはい、手置いて置いて、手置いてね。見せて、見せてもらっていいですか。見せて、その空っぽになったやつ見せて。お、ん、麺もうガンガンに残ってる。お揚げ食ったこいつ。お揚げは最後に最後にじゃなくて30分で全部食うんだから。1分でも無理だろう。絶対1分でも無理だったよな。無理でしたね。いや、ちょっと笑かせようとしてして、全くしてたよ。めちゃめちゃめちゃくちゃ真剣に食ってたよ、本当に。一つも妥協なく真剣に寂しいもん、ラジオって食ってたよ。じゃあ一旦両方とも罰か。いやいやいや、うちら三角だったやん。まあできなかったけど、早くは食べてたやん。いや、そうだけど、違う、早く食べるコーナーじゃない。頑張ったなっていうこと。頑張ったから三角とかじゃなくて、できるかできないかでやったから今まで。なんで30秒できる。いや、別に竹内さんどれやっても無理だよ。うん、別にもう一回やってもいいけど、竹内もう一回やってもいいけど無理やで、全部。じゃあ、うん、そっちがちょできてから言ってくれって言ったら、できてるできからできてたやん。勘弁してくれ、あんな、ま、ギリギリできるって言えばできるよ。じゃあ、じゃあこっちが完全に丸だったらもう認めるのね。ああ、それそう、わかりました。鬼山さん、うん、もう一回やってやりましょう、完璧なやつ。じゃあシャンパンタワーか。出た。一番得意なやつだ。シャンパンタワーテーブルクロス引き。うん、もちろん。頼むよ、本当に。言っとくけど、竹さんはシャンパンをタワー作るときから、その、やらんからな。ああ、失敗した、もう一回とかやらんから。どういうこと？一発でシャンパンをさーってやって、そっからバーンっていくから。うん、もちろん。めちゃくちゃ。他のパターンなんか想像しなかった、今。あ、ちょっと崩れるから、もう一回最初からとかじゃないから。シャンパンタワーがくちゃくちゃってなったら罰なのね。竹さんがシャンパンタワー、もうごめんなさい、もう一回で、じゃあなったらもう罰なのね、それはもう。何シャンパンタワーがくちゃくちゃって。意味が。あり得ることだろ、純正。十分あり得ることだよ。もうじゃあ、竹内さんが先にやってください。ね、ダメだったらもうダメじゃん。うん。竹さん。まずこっちも指定しないと。あ、指定するんですか。一回指定し合ってから。確かに確かに。竹さん。竹さん。なんだあれ。ああ、クロスか。もう罰でいいで。うん、あ、そっち？違う違う、竹さんの方。竹さんの方。こっちじゃない、向こう。ダメだったんだから。できるに決まってる。なんかしかも、うん、できなさそうな。麺じゃなくないあれ。あ、麺じゃなかったら絶対無理だぞ。なんかポリエステルね。ポリエステルじゃ無理だ。ポリエステルって無理やで。ダメだよ。でも滑るから、滑るから。全然違う。よしっつってる。いや、絶対引っかかるよ、だって。しかもなんか長さも若干足りない。長さ足りないだろ、あれ。さっきおい、今落としたぞ。おい、今落とした。今辛やから、今。別に関係ない。スタートってなってない。慌ててたぞ、本人。
竹さん始めちゃう。竹さん。それでも始めないでしょ、いきなり。やるのか。いや、何も言わずに急に始めないでしょ、急に。ちょ。多分、罰だろ。やってるもうなんかちょっとシャンパンタワーは、シャンパンタワーはこれ何、これは何、え、何やってるの、どうしたのこれ、何やってるの、注いでから重ねようとしてる、全然できてないよ、もうシャンパンタワーができてないよ。シャンパンタワーって上から言いやらんと、あの締めがもう罰でええわこれ。でもなんかやってるよ。なんか多分今から並べるじゃない、もう入れてるぜ、なんか若干。やってるって、なんでやってんの、やってるで。もうシャンパンタワー。シャンパンタワー知らん感じ。知らないんじゃない、シャンパンタワーを。シャンパンを入ってる。あ、やってた。あ、そう。あ、やった。ここからね。ちょっと下に入ってんだけど。はい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 、あ、なるほど。ここから、はいはい。溢れ出て、下に行って。行って。ちょっと遠いな、しかし。これ布濡れるからできへんのじゃん。絶対できないって。注げてるのか他のには。入ってるはいるっぽいな、どうやら、下のやつにも。どうやら。当ててないから、そうか。あれ違う。ちょっと、違う、くぶしてって。入れ方変えたな。準備はできました。たけさん、シャンパンタワーの作り方がもう、かなり、まあ、簡易的ですよね。多少は。数も少ないし。やっぱりかっこよく、全部並べてから注いでほしかったな。まあ、それいいけど、まあ、シャンパンタワーいいよ。そこは本番じゃないから。うん、そこが本番じゃないから、本番。ちなみにその、クロスって、なんか、うん、素材とかわかります？なんかビニールあと下ビチャビチャだから。まあ、滑るから。もう罰だからいいとして、竹さんにもこっちを指定してもらうっていうのが、なんか、必要だから。ああ、そういうこと。うん。ハーモニカでいいですか？ハーモニカで。うん、ハーモニカで。さっきハーモニカで悩んだした。はい、そうですね。そうですね。うん。うん、じゃあ、まず、先行の竹地さんが、じゃあ、やっていただける。あ、わしからでいいんですか？今思ってんけどさ、うん、さっきヌルヌル指定されたら、ヌルヌルヌルやるってこと。あ、これできる？お、絶対できない。やりますよ。はいはい、はい、いいよ。アドバイス覚えてるかな？集中力が大事だから。短い。30度やったと思うんだけど、あまりに短いよ、ね、じゃなくて。緊張するな。絶対30、30忘れてるって40。引き切ることが大事だから、引き切ることが大事だから。3、2、1でいきますよ。3、2、3、2。思った通りの映像やんか。誰もが想像した通りの映像になったやん。いいね。いやなんか落ち込みながらなんかみんなが想像してた通りだよ。そうなるだろうなって思った通りになったよ。家でシャンパンぶちまけた人やんか。はあ帰ってきた。まあでも鬼山さんの俺ら当ててる可能性もあるから。これできないと思うな。いや結構洗濯バサミってこう挟む場所によっては。生理的な何かを指定していいって言ってたよ、鬼山さんは。みんなに指定してもらっていいんだから。うん。笑かさないでくださいね。そっちが勝手に笑ってるというか。言うとくけど、そっちが勝手に笑って、ブーってなってもアウトやからな。もちろん。でも笑かすのは気にしない。でも笑かさないで、だから絶対に。うん。まあ、加えたら、指定していって、場所をね。うん、まあ、まずはほっぺから行きましょう、ほっぺから。1個目だ、まず。うん、じゃあ逆のほっぺもいきましょう。全然余裕だ。あー、ノーダメだ、ノーダメなってない。鼻を潰そう、鼻を潰そう。鼻潰します。じゃあ鼻、うん、ちょっと強い、ほんと強いんだろ、鬼山さんはこの痛みに、うん、かっこいい。まだ2個やもん、まだ2個かっこいい、うん、鼻でまだそういうこともあるかなぐらいの余裕、いや、ようですね。これ痛いなぁ、これ痛いよなぁ。どうしなさすぎだろ、これ。もう一ついきましょう。あ、俺涙目になってきてるよ、これも。別に涙目になってもいいわけだから。ならなければ落とさえ。じゃあ、耳かな。耳いきましょう、耳。耳も痛いっすよ。見事だよね。お見事、バズあり。あーい、バズありだ。もう一個いきましょう、もう一個。もう一個技取って一本いくぞ。ちょっと待って、息漏れてない普通に。息なんか漏れてないさっきからフシュフシュ聞こえるけど。ハーモニカが鳴ってないやん。息漏れるわけないやん、このシステムで。
った。なったなった。ファーってなった。いってー。鼻いてー。真っ赤になってる。笑かすやん。笑かすって何？誰が笑かすの？それ最後の。笑かしたとしたら、しもやかやん。必殺の、必殺の一言みたいな。じゃ、しもやかやん。俺は笑かしてない。これさ、たけさん、これ、鬼山さんさ、ゲラをさ、ちょっと理由に言えてんじゃないの？できなかったこと。それ結構思ってて、さっきも言わなかったんだけど。ゲラだからって言えてんじゃない？めちゃめちゃ我慢はできてたでしょ。そうそう、笑う理由が笑わしてきてるからじゃ、二人がなんか、その。多少笑わせてきてても笑わないっすよ。笑わせてないしな、ほんで。めちゃくちゃ笑わせてたよな。なんだなんか、恥ずかしくないのかね。いや、もう全然できてないな。いや、でも、三角、×××だから。こっちの方が今、有利、リードしてる。点数で言うと。いや、もうあの三角も、今回わか、よくわかったけど、あれはもう×やわ。どこが×なんか言い訳だったんだ。できてたからね。そっちがイチャモンつけて無理やり三角にしてるだけで。丸だからね。まあ、引き分けって感じですね、今のところ。まあまあ、今のところ引き分けね。とりあえず。いいよ。じゃあ、森山さん、ちょっと、こっちはもう、顔面プリン見ようぜ。うん、顔面プリンしかないと僕も思ってました。もうさ、これだって笑ったってしんどいよ、もう。顔面プリンやるときもイヤホン外してていいよ、だから。ああ、喋らずってことね。そう、こっちを笑かせて言うなら。わけのわからんこと言うなら。そうですよ。こっち、どうしますか、鬼山さん。鬼山さん、ドラベでいいですか？ドラベでいいよ、もう。バルーン3分見たくないですか？バルーン3分。バルーンしよう、バルーン。バルーン3分だ、こっちは。もう気持ち悪いんですよ、僕。コーラで。ちょっと待ってくれ、コーラは自分のせいよ。自分で宣言した。自分で設定したコーラで。俺らは無理やりコーラ飲ませた。びっくりするわ。もう夜遅いから。かわいそう、ほんとに。いじめと同じだろ、これ。ちょっと待って。おかしい、おかしい。こっちシャンパンこぼしてねえぞ、家に。知らねえよ。そっちやりたくてやってることにさ。そっち知らねえよって話で。お互い様だ、お互い様。じゃあもう顔面やるよ。じゃあ見ててね、よく、鬼山さんの顔面プリン。おー。いいね。いや、これ、普通のサイズじゃないですかね。すぐ落ちる。ビッグブッチプリン。逆に鼻を避けようとしたら、鼻を避けようとしたら、すぐトゥルンって。いや、逆にビッグだから、なんならおでこから後ろにトゥルンの可能性ある。ない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 。鬼山さん、ハゲてるわけじゃないんだから、髪で止まるよ。ハゲてはいけないやろ。一人で笑ってる。あ、来た来た来た、ほら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 。X 目みたいや。絶対無理。サイコロプスみたいになった。だって、顔の半分ぐらいあるもん。鬼山さん、見せてやってください。成功は成功。プリン生きてるやん、もうこれ。あ、いい感じ、いい感じ、あ、いい感じ、いい感じ。あ、来てる、来てる。最高だ、これ。おいよ、ゲゲゲの鬼太郎じゃないか、これ。お、すごい、これ。音すごい。目玉の親父みたいになってるぞ。来たね、なんか。おはははは、よし。はい。あー。あー。できないこと言うから。笑ってる。でもサンタクロースみたいになってる。鬼山さん今見てみ、サンタクロースっぽくなってる。だからなんなん、だからなんなん。鬼山さんやりましたね。おお、なんでビッグだったんだろうな。普通のプチンプリンでも難しいのに、うん、でもビッグのおかげで下にスーッていくのは簡単やったな。確かに、ここまで来るのは。あそこの受け止めがもっとグッとこういったからね。でかい塊でモーゼのようやった。悔しい、いけてたのに。あそこまで口まではいけてたのに。どうすんだって話、どうすん、どう責任取ってくれんだって話。鬼山さんが言ってんのは、責任を取ってもらえたら困るって話。誰も頼んでない、誰も頼んでない。シャンパンは、シャンパンはそっちが頼んでないって。シャンパンそっちが好きにやったことだろ。そっちもやんけ。同じ同じ同じだな。ボリンって、ボリンって見たことあるのか、プリンがボリンってなるやつを。今見た、今今見たよ。初体験になったんじゃないのか、ボリンが。いや、それな、ちょっとずつ食ってたら真ん中が弱くなってきて。そう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 。だからこう行かなきゃいけなかったけど、お姉さん真ん中から行っちゃったからボリンってなったよ、そりゃね。もっとジュルジュルっていけると思ったの、こっちは。それちょっと口ちっちゃかったな。ちょっとお茶も口すぎた。めちゃくちゃなことしてくれたな、こっちの鬼山田さんにさ。だけっち、新しく引っ越したばっかやぞ。タケッチのはいいよ、別に新居はそのビニールシート引いてたら長老なんかわかんないけど。僕もこの髪何にも意味なかった。全部下に行ったんだから、鬼山さん。その後ろに行くんじゃなくて、下からバンって行ったんだから。なんでそこに引いた。ランチョバットじゃないわ、何か。焼肉屋のやつとか。こうして、こう食うんだから。横にこぼれると思った。こうなると思う。
全部下行ったんだから。下に二股に分かれて。え、なんか口でパグって行けばよかったのに。いや、なんか吸い込んでたらいいんだけど。チュルチュル行こうと思ったら、おにゃまさん真ん中がなくなって、ボリンってなったんですよ。こんな風になるんだ。よし、じゃあ、竹さん行こうか。よしよし。ほぼこれでもうできるから。竹さんできるから。何すればいいんだろう。3分測るぞ、じゃあ、竹さん。3分本当に測るから、ちゃんと。で、まず開けるところはやらせてよ。紹介ね、紹介。はいはいはい。してくれ、もう。ちょっと、僕もね、やったことないんで、どんな、まあ、やれると思うんですけど、もちろん。これが風船の本体ですよ。はいはい。え、ちょっと待って、思ったよりでかいぞ。でかめちゃめちゃでかい。おいおい、で、顔っていうか。1個ね。これが本体。これが1個ね。胴体で、はいはいはい、足が2本あるわけですよ。はいはい、はいはいはい。その2つ、これを組み合わせるとできるわけだ。でっかい。あ、そうそう。これが3、パーツは3つ。後ろ足、前足、本体。なるほどね。ちょっと、折り紙ぐらいの大きさだと思って。全然折り紙じゃないやん。作戦としてはやっぱ本体1分で終わらせて、足1分、うん、足1分、うん。そうそう、1分1分1分。いや、それだと間に合わないから。間に合わないじゃないか。あ、じゃあ。50秒、55秒、50秒でやって、うん、30秒で組み立てる。これ30秒で組み立てる。なるほど。じゃあ行きますよ。よし。うん、いつも行けますよ。よーい、スタート。これもな、足が行くことじゃない。いけるいける。はいはいはい。まずい。すごいまずい。いけるいける。ちょっと、なんでよ。落ち着け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 。まだ2分40秒ぐらいある。あれなんか足の方の端っこに。もう片方に入れるんじゃない。ああ、いたいたいた。すげえ、すごいすごいすごい。これがまず足。よし。いけ。あ、本当にいけ。今2分半。2分30秒、今。おお、いけてるいけてる。ペース、合ってる合ってる。最後の1個が。いいよいいよ、ペース、悪くない。悪くないから。ああ、いけ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 、これいける。どこやどこや。気つけ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 。落ち着け落ち着け落ち着け。クールダウン。これいけたらもう勝ちやからな。あ、いやいやいや、膨らんでる膨らんでる。いける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 。あれあれ、いけてるいけてる。これ膨らんでる。満点だぞ今。いけるから、ほらほら、ちょっとずつちょっとずつ。いけるいけるいける。いやいやいや、いったか。いった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 。あと2分、あと1分50秒、1分50秒、1分50秒。よし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 。え、どうやんだこれ。そう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 、なんかはめ込むやん。あ、わかったわかった、はめ込むんだこれ。あ、さ、ちょっと。コメディアン。コメディアン。落ち着け落ち着け。前足前足。いけるいけるいける。くぼみにはめろやん。空気抜けてシューってならないから。そうそうそう。よしよしよし。よし、え、え、え、あ、もう、よし、できた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 、足の部分繰り返して、たけさん、たけさん。失格でーす。いやー、これ、え、ランプ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 。あ、失格でーす。いや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 、違う違う違う、今ちょっと空気抜けただけ。でも、たけさん大丈夫、時間まだあるから、空気、それを補修できたらいける。まだあと1分あるから、たけさん、あと1分あるから、それをなんとか、元の形に戻れたらいける。あ、できた。来た。あ、これできたわ。じゃあ、反対側、反対側見せろよ。全反対側にしろ。かわいいなぁ。違う違う違う。かわいいなじゃない。反対側にしろ。反対側にしろって。ひっくり返せって。何も言うこと聞かないんだ。なんで言うこと聞かない。急に聞こえなくなったの。反対側にしろ。いや、めっちゃいいや。おい、いやいや、誕生日感あるな。反対側にしろ。この前、そういや、誕生日やったよ。違う違う。今、全然関係ない関係ない。おめでとう。関係ない話してるから、今。違う違う違う。できたくて、おめでとうございますじゃないね。よし。ちょ、いや、余裕だった。違う。あ、もう終わった後やから。完成した後ぐらいだから。完成した後じゃない。完成した。いやいやいや、なかったことにしよう。なんか、雰囲気でなかったことにしよう。いや、3分。3分経った時はできてたんだけど、喜びがあまりね。失格でーす。よしよしよし。普通にやってたらなぜかできてたはずなのに、急になんか、慌ててやったし、結果負けたわけだけど。いや、でもプリンが罰だったわけで、もう動くことなき。いや、もうほんとしんどいって。こっちは三角で。全部、でも2人とも罰だったわけで。いいよ、じゃあ2人とも負けでもう。そんなしんどいのは、竹さんが、バービーマリオや、成功したら、ま、こっちの勝ちです。バービーマリオ、バービーマリオじゃないやん。バービージャンプ。まあ、あ、じゃあ勝ちでいいんですね、もう僕はバービージャンプ60秒で10。ぬるぬるバービージャンプ。今まで一生懸命頑張ってきたのに、森山さん。俺もちょっとなんかそんなこと言われると、ふっふ、なんか。見せたいって、竹さん。ここまでの60秒でなんか森山さんその頑張りを見てきたから。10回できるの ?60 秒で10回。あ、やってる?あ、あ、ローションを。どれぐらいに負けるんだろう。少なくないあれ。これでも、水と混ぜるんじゃないの。
プレイの時は。プレイの時はね。現役だからすごいぬるぬるな、すごいなんか滑らせてるわ。あもうダメだよ。ああ、できないできない。これはすごいじゃん。これはすごいな。もう今手にもついてるの嫌やろな。どうやるんだよ。もういい。よし。今力入れてないから。準備どうやるんだよ、これを。どうやるんだよ。ほら、できてる、できてる。いや、無理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 。よし。いきますよ。はい。こっからスタートなんや。よーい、スタート。はい、測り始めたよ。お、1ね、まずこれが1。はい。合ってる？今、失敗してる。今の失敗してるね。はい、これで2だ。合ってる？ジャンプしてなくない？ジャンプしてないよな。確かに、ジャンプはしてないよな。気をつけしてるんだけど。じゃあ今、今0回ね。4! じゃあ今0回ね。ジャンプしてないから。どこでジャンプしてんの？あ、ここか。ここでジャンプ、そこでジャンプしてる。あ、ここか。ここはジャンプね。今だから3回や、ジャンプが成功したのをカウントすると。3回まだ。3回まだ。7。あ、これ読んでね。これで読ん。今のジャンプしてた、滑らせてるだけよな。確かに、俺滑らしてるだけだから、これ4じゃない、3だな。結構純粋、体力的。あ、今飛んだな。きつい。ラスト。これで4や。このこうなると5や。いった。5や、5。5。え、5? よっしゃ、時間です。やりました。引き分けってことかな、じゃあ今回、タクヤさん。今回引き分けで。うん。ちょっとまた、うん、俺らも含めて。そうだな、4人でやろう。4人でやろう。ちょっと、ひどかった。ちょっとひどい。ひどいわ。二人ともひどい。できないこと言う回じゃないから、はっきり言って。うん、俺とそいつのやつ見た、ちゃんと。ちゃんとできることもやってるから、ちゃんとこっちは。うん。